どうもバルコンです。今回は新企画ということでやっていくんですけど、Amazon で星で表してる評価があるじゃないですか。まあ、あれを 100% 鵜呑みにするのは良くないと思うんですけど、でもやっぱり買うときってある程度は参考になるし気になりますよね。で、今回の企画は悪い評価がついてる漫画をあえて買ってみて、まあ、その評価が本当に正しいのかっていうのをちょっと調べていこうかなと思います。で、今回は星が1つの漫画と星が2つの漫画を合計3冊買ってきたんで、まあ、それの感想を順番に言っていくんですけど、ジャンルとしてはホラー漫画、異世界転生漫画、ラブコメですね。じゃあ早速1冊目はラブコメから。こちら、捕食系ヒロインにあと1年以内に食べられます、第1巻。去年の10月に出た漫画で、今 Amazon レビューは星1つついてます。ストーリーとしてはこの表紙の女の子は地球人じゃなくて月から来た月人で、まあ、地球に来てこの地球人の男の子を好きになるんですよ。で、月人の恋愛の仕方っていうのは地球人と違ってて、その好きになった相手のことを食べるっていうのが月人の恋愛の仕方なんですよね。まあ、食べるっていうのがちょっといまいちよくわかんないんですけど、で、まあ、食べたいって言って、まあ、それを拒むっていう、そういった感じのラブコメ漫画ですね。良かったのは絵がすごい上手くて、キャラクターはみんなすごい可愛かったっていうところですね。ヒロインは一応3人いて、この女の子と、あとこの子と、あと載ってないんですけどもう一人います。で、もう一つ良かったのはやっぱりこの漫画の最大の特徴の好きになった相手のことを食べたくなるっていう、そういう感情とか、そういう、まあ、掛け合いだったりはちょっと新鮮で面白かったですね。で、気になったところも2つあって、1つはこれ結局そういう食べたくなるっていう設定はあるんですけど、結局食べるっていうことはないと思うんですよ。そこはもう分かりきってるんですよね。まあ、あり得るとしたらこっちの女の子の方が地球人の恋愛の仕方に寄せてくるっていうのはあるんじゃないかなと思います。で、もう一つ気になったのは、これ4コマ漫画じゃないんですけど、各話の中で必ず何ページかにわたって4コマになるページがあるんですよね。なんか無駄に4コマで書いてあるんで、こうコマの使い方がちょっともったいないなっていうのは思いましたね。まあ、そんな感じでした。まあ、僕の感想としては Amazon レビュー星1はないと思います。僕だったら星3ぐらいですね。まあ、絵が上手いっていう時点で僕は星1にはしないですね。続いて異世界転生ものはこちら、異世界で神様になったので大体何でもできる。これは去年の12月に出たばっかりですね。ストーリーとしては暗くて気弱なこの主人公が異世界に転生して、まあ、タイトルの通り神様になって何でもできるようになるみたいな、よくある異世界転生ものですね。良かったところはこれも絵は結構上手くてキャラデザも良かったんで、ヒロインはみんな可愛かったですね。っていうのと、もう一つ、主人公が神様になってもその転生前と同じ気弱で暗くてこう優しい感じの、その性格はそのまんまっていうところが良かったですね。気になったところは、まあ、この一巻の時点でなんかもう終盤に来そうな感じのボスが出たりっていうのもあったんですけど、やっぱり話に一巻の時点では特徴がないっていうのはちょっと気になりましたね。まあ、よくある異世界転生ものっていう感じだったんで、まあ、つまらなくもなく面白くもなくっていう感じでした。今 Amazon レビューでは星2つついてるんですけど、まあ、これは僕も星2つぐらいですかね。まあ、小数点つけられるんだったら星 2.5 ぐらい。じゃ最後ホラー漫画。ホラー漫画で星1つのやつがあるのはちょっとびっくりしたんですけど、こちら。貞子。去年の11月に発売した漫画ですね。あの有名な貞子のコミカライズっていうことで、ただ僕の知ってる貞子とは随分話が違ってました。で、調べたら、なんか2019年にあった最新の貞子の映画のコミカライズらしいです。話はもう昔と全然違うんですね。これが今 Amazon レビューで星1つがついてる状態です。で、話としては、一人の YouTuber がいて、その YouTuber が、まあ、心霊スポットみたいなところに行って動画を撮るんですよ。そしたら、まあ、貞子が映って、その映像を見た者は、その貞子の呪いにかかるっていう、まあ、いろいろはしょるとそんな感じでしたね。まあ、他にも、まあ、この記憶をなくしたこの少女が出てきたりとかもあるんですけど、良かったところは、まあ、全体的にこう不穏な雰囲気があって、そういうホラーシーンにビデオのノイズみたいなのがこう書いてる演出があるんですね。
で、あとはその YouTuber がその心霊スポットに行って動画撮って様子がおかしくなるんですよ。そこはこう何があったんだろうっていういろんな想像をかきたてられる怖さがありましたね。で、気になったところはそのビデオのノイズみたいな演出っていうのがホラーシーンには大体入ってるんですけど、そのノイズみたいなやつのせいで何が起こってるのかよくわかんないシーンがあったりしたのと、あんまりそのホラーシーンはなかったんですよ。この貞子が出てきてギャーみたいなシーンはほとんどなくて、全くないっていうわけじゃないんですけど、あまり怖くはなかったですね。今回のこの貞子はこの貞子がどうこうっていう話よりも貞子の肉体の復活をしていく話で、の昔の貞子みたいにそのテレビから出てくるとかそういったのは全然なかったですね。 YouTuber っていう今風の話になってるんで、なんか YouTube から貞子が出てきたりしたら怖いなと思いましたけど、貞子の話以外はほとんどあんまり話に関係なかったような気もするし、オチもホラー漫画としてはちょっと弱かったなっていうのは思いましたね。まあそんな感じで Amazon レビュー星1なんですけど、これは僕も星1ですかね。まあでも1.5か2ぐらいかなと僕は思いました。ということで、新企画いかがだったでしょうか。もし好評であればまた第2弾もやっていきたいなと思います。まあよかったら参考にしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録してないっていう方はよかったらポチッとチャンネル登録して漫画紹介部に入部してみてください。ということで、さよなら。